ちの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンこと砂子田まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは万栄競馬で獣医師として働いています福本夏子さんです。で、夏子さんはですね、三重県出身で獣医師を目指して帯広畜産大学へ進学されたんですけれども、その後卒業後は農林水産省にお勤めになって、その農林水産省管轄の音吹町にあります十勝牧場っていうんですかね、家畜改良センター十勝牧場というところでお仕事されていて、その後万栄競馬の方でバンバの獣医さんになられて、興味深いバンバのお話とかもしてくれているので、ぜひお話お楽しみにしてください。トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク、トカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。ウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。でもね、やっぱりナスコさん仕事が終わったらもう夕飯のこと考えるっていうから、やっぱね、うん、そこは奥さんでありお母さんなんですよね、うんうん、そうね。そこの今はこのバンバの診療を乱してからは、その勤務医だった頃は時間になったらお家に帰ってってお家の時間があったっていうのがあって、うんうんうん、でもやっぱ開業してからは、うん、なかなかこうね、帰る時間も絶対何時っていう風にはならなくなってしてしまったことがあって、うんうん、でもね、それでもやっぱお家に帰って奥さんっていうか、そのお家のこととか、あとまあお母さんのこととかをしなきゃいけないから、本当、うんうんうん、今はどうやってバランス取ってますか？もうね、一言で言えば夫の協力なしには不可能っていうことかな、うんうんうん、ご主人はやっぱその家のこととかやることは好きというか嫌ではない？いや、好きじゃないし嫌だと思ってるみたいだけど、やってくれるから助かってる。はあ、でも理解があるからですよね。そうですね、もう本当に、まあ、公務員だった時もそうですけど、うん、まあ、出張で1週間いませんとかも平気でやってたりしたんですけど、うんうんうん、まあ、それをこう理解してくれ、ある意味同業者なので、うんうんうん、まあ、理解してくれて、うん、それぞれがそれぞれの役割を担う役割分担っていう感じで本当に手伝ってくれるので、うんうんうん、ありがたいですね、うん、いやでもなかなかこうね、お前好きな仕事やってんだろうみたいなね、人も聞いたりもするし、逆にね、その辺が私もこうラッキーだなって思うのが、うちの夫は、うん、なんで僕だけ働かなきゃいけないのっていうの。あー、なるほどなるほど、はいはいはい、自分も働きなさいよっていうスタンスの人だから、うん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 、そこは、うん、もう一緒に働いたらいいじゃんみたいな、うん、なんで僕だけ働いてお給料稼いでこなきゃいけないのさぐらいの人だから、あ、じゃあもう生き生き仕事してくれてる方が、まあそうなのかな、まあ、仕事はしてなきゃダメだって思ってる方の人だから今こうやって手伝ってももらえると思う、うんうん、いやでもなんかそれすごい今時ですよね。うん、そうだね、だしね、やっぱそれでこう突き詰めてるなっていう部分も見えてるじゃないですか、きっとご主人から見ても、うん、そうなのかわからないけど、うん、うちの夫、まあ本当にね、頭が良くて、まあ、私が言うのもなんなんですけど、うん、頭はとてもいい人なので、まあ、私がこうニュアンスとかなんかこう雰囲気でこういろいろ言いたいこと言ったりなんだかんだするんだけど、うんうん、それを整理してくれるんだわ。で、例えば新しい仕事をやりたいって言った時に、うんうんうん、ただ否定するんじゃなくて、うんうん、
それで儲かる見込みがあるのかとかっていうことを生活していけるのかとかっていうことをもうなんかね冷静にね分析してくるんだよね、うんうんうん、それがなんかいろいろ言われてめんどくさいなと思うこともあるんだけれども、うん、結局自分に足りない部分を冷静な視点で見ていくっていうを全部補ってくれてるのでそれは助かって出るかな。妄想で突っ走りそうな時に、うんうんうん、現実見ろよっていうのを、うんうん、でもねもう妄想でうまくいってるっていうか楽しい時って結構どんどんいっちゃいますもんね。そうそうそう、結構女性は結構あるのかなと私もそう思う、うん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 、あそこを冷静にそうそうそう、あでもこれはこうなんじゃないのっていう風に言われたりとか、そういう意味ではこうね2人のバランスが取れてるっていうところなんでしょうね、うん、まあ申し訳ないと思うぐらいこの夏はすごく忙しかったから夫への負担がすごかった、うんうん、だけどまあ機嫌が悪くなることも確かにあったんですけど、うんうん、だって要は私が帰るのがもう遅いと、うん、夫の方が早く帰ってきたら夫がもう食事の準備してくれるんですよ、うんうんうん、でそれがまあ続いたらやっぱり不機嫌にはなってたので、うんうん、申し訳ないなと思うけど、うんうん、でも私も遊んでるわけじゃないから、うんうんうん、でも不機嫌になるのも分かるし、うんうん、どうしようもないなみたいないやーでもいやー大変ですもんね、うん、やっぱね生き物相手にしてるっていうのもあるし、うんうん、ねもうどうしても断れない診療もあるだろうから、うんですね、まあ、そうなるとねおのずと遅れてしまうっていう、うん、まあごめんって言うしかないですもんね。そう、トカチウーマンフロンティア。でお子さんって今いくつなんですか。上が16で下が14。高校生、中学生と高校生。そうそうですね、うん、なんか男の子。男です。あなんか反抗期とかないんですか。反抗期それぞれあったと思いますけど、うんうん、まあなんか中二病だな中二病だな今中二病だなって言って乗り越えましたあもうで今はちょっと落ち着いてる感じですか。そうですね、うん、はあ。でもなんかお子さんたちはどう見てるんでしょうね。お母さんのこのこうこんなにバリバリ働くお母さんってあんまないいないんじゃないですか。そうなのかなどうなのかなわからないけど息子たちも結構冷静で、うん、で自分たちのことは自分たちでやりなさいっていうのが私のスタンスだし、うんうんうん、夫のスタンスでもあるから、うん、洗濯とか自分でやるんですか。いや洗濯はさすがにやられたけどなんかこう例えば修学旅行に行きますとかって言った時に、うんうんうん、すごいもう明確に差が出てたんだけど、うんうん、自分で旅行行くんだから自分の分は自分必要なものは書いてあるし自分で用意しなさいって私は思うから確認もほぼしないの、うんうんうん、まあ、保険証とかねそういうものは、うんうん、あのちゃんと渡すし、うんうんうん、持ってきなさいよってやるけど、うん、パンツ何枚だとか、うんうん、靴下がね、靴下とか、うん、もう一切なし、うん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 、だけどもうそういうのも全部チェックしてくれる家庭もやっぱりあるわけで、うん、そうですよね、うん、でなければないで自分で何とかしなさいっていうスタンスでもあるから、うんうん、それはそう臨機応変に対応しなさいよと思ってるから、うんうん、もううちはもう完全に過保護ではなくて、うんうん、もう公認主義とまでは言わないけど自分のことは自分でしようよねっていうことだから、うん、何があっても結構、うん、うちの息子たちは自分でなんか何とかしようとする。うーん、うん、あでもなんかそこはまあそういうお父さんお母さんを見てるっていうのもあるのかもしれないですけど、うん、まあ本当に悩んだ時とかはね多分相談したりとかはするのかもしれないけどそうやっぱりね毎日顔を合わせてるから雰囲気がおかしい時っていうのはやっぱりあって、うん、あなんかあるな今っていうのは分かりますよね、うん、でまあそういった時もどうしたのどうしたのなんて男の子だし、うん、そんなに言わないけど、うん、兄弟がいる時では話したくないこともあるだろうし、うん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 、まあ二人きりになったらいいタイミングがあったらなんかあったとかってちょっと聞いたら向こうからポロポロ話し出すから言いたくないなら言いたくないでいいけど、うんうん、あもうそこですよね。言いたくないなら言いたくないでいいけどっていうあるそれがあるのって男の子的にはいいのかなって思いません。1から10まで知りたい人もいるじゃないですか。いるね誰々ちゃんと誰々くんがどうのこうのでとか誰々くんにこんなこと言われたとかっていう一部始終をね、うんうん、ちょっと気になって聞きたい人もいるけど、うんうん、やっぱそこはね尊重してるというかその一人の一人間としてこう尊重してるというか、そう結局親なんて先に死ぬんだし、うんうん、なんか何ずっとそんな守ってやることもできないから自分で解決するもんならできるもんなら自分で解決するのが一番だと思うの、うん、親なんか入らないで、うんうん、でもそれでもね出身区だしどうしようもないことはあるし、うん、話聞いて
ってもらうだけでなんとかなることもあるし、うんうんうん、それが親なんだったら聞いてあげるけど、親じゃない時だってきっとあるだろうし、うん、そうですね、うん、ただやっぱりちょっとしんどそうだなと思ったら、うん、どうしたのって聞くことはある。うん、はあ、なんかそのお母さんと息子さんとの距離、福本家ではいいという感じなのかもしれないですよね。まあお父さんが結構本当にちゃんと子供の面倒を見ようとしてくれる人なので、うんうんうん、私は成績のこととかあんまり細かく言わないっていうかは、でも子供にとってはプレッシャーで、お母さん成績表は見るからね、うん、って言って、成績表見たら分かるからって言ってあるの。ちょっともうねプレッシャーですよね。そうそうやることはやらないとという、そう、それをあの日々勉強しなさい勉強しなさい言いませんけど、お母さんでもテストの点数と成績表は見るよっていうことは言ってあるのね、うんうんうん、もうお父さんはもうそこの細かいサポートを結構しようとしてくれてて、こう怠けそうになってるのを、怠けるんじゃないよっていうのを日々監視してる感じはするね。へえ、すごい豆ですね。豆だと思う。あんまりね、もうそれぐらいこう中学生だ高校生って、まあ、割ともう大人じゃないですか、うん、そうなるとこう干渉しないお父さんも多いけど、うん、いや上の子はね、まあ、しっかりしてるんで、うん、干渉する必要がないっていうか、もうなんか自分のことは自分で責任持ってっていうのがもう身についてる子だから、うん、まあまあ自分なりにちゃんとやってるんですけど、下の子がやっぱりな、どこの家庭でも下がって言うけど、うちも下がっていう感じで、ちょっと甘えん坊なところがきっとあって、うんうん、楽な方に流れたいっていうのがあって、うんうん、それを流させないように夫が一生懸命してるかな。へー、すごい。その思春期ってね、やっぱお父さんとの距離もできがちだけど、できてた時もあるんだとは思うけど、うん、そこまでひどくなかったかな、うん、何かしらに突っかかってくることはあったけど、中二病だな中二病だなそこを冷静にしないとダメですよね。一緒になってカーッとなると、うん、余計もう爆発しちゃうじゃないですか、うんうん、でそこはそういう風に冷静にならないと、もうむしろ面白いもんねなんか理不尽だなと思い、そうそうそう、急になんかお母さんが言ってることが理不尽だからだよとか言って、そうかい中二病だなって言ってでも結構日々ね、お仕事で結構こう神経質っていうかね、こうわーってなってる時もあるから、こうお家でそういう風になるとまたほっこりするかもしれないですねまあそうかな、うん、うん、猫が2匹いるんだうちに、はいはいはい、もうそれはすごいいい緩衝材だと思ううん、そうなんですか。そうそうそう、こう穏やかにさせてくれますか。そう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 、うん、やっぱ子供も心の拠り所にしてるし、私も帰ってきて誰も迎えに来ないけど、うん、猫が2匹にゃーって来たら、お母さんお迎えに来てくれたのありがとうみたいななるほど、うんうん、もう癒しのあれですね、うんうん、こうちょっと疲れて帰ってきてもなんかこ う, そ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 う私のことをちゃんと見ててくれてる、この子猫は迎えに来てくれる家族は誰も来ないけどみたいな、うんうん、でも子供もきっとそうで、うんうん、やっぱり寂しい思いとかもさせてきているんですよ、うん、絶対にそれは夫婦共働きでずっと来てるし、うん、私も本当に一般のお父さんと変わらないような感じでずっと働いてきてるから、うん、休みだからって家にいるわけでもなかったし、うん、子供帰ってくる時には帰ってくる時間には家にいないし、うん、だけどそんな時に猫がいて、うんうん、こうそばにいてくれたっていうのは子供にとっても絶対、あー、ね、うん、こう遊び相手っていうかね、そうそうそう、うんうんうん、誰か生き物がいるっていう、うんうんうん、みんなのね、家族みんなのこうあれなんですね、もう家族の一員というかね、へー、仕事の話を聞くことの方が多かったから、うんうん、すごい違う一面を見たなって感じです。あ、本当ですか、うん、別に普段が穏やかじゃないわけですけど結構仕事には真正面で向き合っていこうっていう、それこそ向上心も持ってこう、うん、いや、もうもっと良くなろうっていう風に思ってると思うけど、うん、また違う感じなのかなって思いました、うん、そうか、私はそれがバランスなんじゃないですか、逆に言うと、うん、と思う。やっぱり家庭にずっといたら家庭が全てになってしまって、うんうん、その自分のこだわりとかもきっと押し付けたりするようになると思うんですよ。実際うちの母親がそうで、うんうん、その自分の理想を私娘の私に押し付けてるっていう感じがずっとあって、うんうん、もうそれは息苦しくてたまらなかったんですよね、うんうんうん、もちろんその親の真剣さのおかげで
自分が身にしたものっていうのも大きいと思うんだけど、うん、習い事であったりなんだりって、うんうん、だけど子供の自分には苦しいことがすごい多くて、うんうん、まあ、その反面教師っていうのもあるのかもしれないけど、うん、子供が家は嫌だって思うような環境にはしたくなくて、うん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 、まあね、それであんまりこう過干渉にはならんぞっては思っていた、うん、ただだからといって勉強しなくていいとは絶対言ってなくて、うん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 、将来何になりたいかっていうのがまだ決まってなくても、うん、これになりたいって思った時に、あ、時すでに遅しっていうのは、うん、かわいそうだし、うんうん、それは親としてやっちゃいけないと思うから、うんうん、勉強だけはしときなさいと、それでできる限りのことをやった上で選択肢が見えてくるわけだから、うんうんうん、そこはちょっとこう、その部分については上の子なんかもかなりプレッシャーに感じてるみたいだけど、うんうん、そのプレッシャーはあっていいプレッシャーだと思ってるから、うんうん、そうですよね、うん、何か目指したいって思った時にゼロスタートっていうのはあまりにも時間がかかりすぎて、やっぱたどり着くまでのね、うん、までが時間と労力がもう多分すごいことになるから、うん、ベースはね、なんか作っておくというか、いつでもどこにでも選択肢があれるような場にいる方が多分夢にも近づきやすいですよね、と思う。まあ、自分自身一番初めに聞かれたことで、ね、3歳ぐらいから10になりたくてって言って、うん、その一本を目指してきてもすごく困難であって、うん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 、それが例えば高校生になって高校2年生ぐらいで、いや、なんか獣医さんになりたいなって思って、うんうん、努力始めても遅かったりするわけじゃないですか。だから、まあ、その選択肢の幅を広めるっていう意味でも、うんうん、まあ、うん、学生のうちは勉強しときなさいっていうか、うんうん、高校生まではね、うんうんうん、それはなんか確かになって思います。苦労されてる部分もあるから、やっぱ説得力ありますよね。そうかな、うん、まあでも、うん、間違ってることもあるかもしれないけど、いやいやいや、トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。この番組のブログもありますので、 FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールでjaga@jaga.fm、jaga@jaga.fm になってます。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンこと砂子田まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。続きまして、広尾町のサンタマルシェというお野菜大好きな酪農家のお母さんたちのグループからのお知らせです。作った野菜を家庭で食べるだけでは物足りなくて、野菜の直売グループを立ち上げて軽トラによる野菜の販売を始めました。酪農の仕事の傍らでの野菜作り、直売作業ですので大量には作りませんが、珍しい野菜も揃えています。また冬の寒い時期にもハウスでシートをかけて保温しながら作っています。
私たちが作る野菜を喜んで買ってくださるお客様の姿を見て、これは野菜だけではなくて野菜を使った加工品も食べてもらいたいと思うようになり、直売開始から1年後に加工場を作り、野菜をふんだんに使った惣菜、お菓子、お漬物もお客様に提供できるようになりました。ほうれん草のパウンドケーキ、自家産有精卵を使ったシフォンケーキ、煮豆にぬか漬けやサワー漬けなどのお漬物など、どれも無添加で美味しいと評判です。また町内の A コープサンタ村店舗内の直売コーナーにもサンタマルシェの野菜や加工品、そしてコロッケやメンチカツなどの冷凍食品も置かせていただいていて、どれも好評をいただいていますので、広尾町にお越しの際はぜひ A コープサンタ村へお立ち寄りください。サンタ村の住所は広尾町あざ門別630番地の7、電話番号は 01558-9-5577、 営業時間は午前8時から午後6時までで、日曜日はお休みです。以上、サンタマルシェからのお知らせでした。 JA ネットワーク十勝から十勝ごちそう共和国の取り組みをご紹介します。皆さんはメイドイン十勝、十勝ごちそう共和国という言葉を耳にしたことがありますか？十勝ごちそう共和国は十勝の JA を州に見立て、24の州が集まった架空の国として平成26年11月26日に建国されました。建国の精神は、個性を持った24の州が時には競い、時には協力し合いながら、十勝の農畜産物の美味しさと安心を国内外に向けて発信していくこと、十勝というブランドの力を高めていくことです。十勝ごちそう共和国には国旗があります。グリーンの背景にブルーの十字を配した国旗です。グリーンは大地、ブルーは川と空、十字は十勝の頭文字であるとともに、安全安心を意味しています。この国旗はメイドイン十勝のシンボルマークとして、十勝産の原料を使った食品に使われていますので、皆さんもきっとどこかでご覧になったことがあるのではないでしょうか。十勝ごちそう共和国のホームページでは、各州で作られている十勝のごちそうを紹介しているほか、 JA のホームページとリンクした特産品や通信販売、店舗の情報も載せています。まずは十勝ごちそう共和国で検索してみてください。これまでお目にかかったことがないごちそうを発見できるかもしれません。またホームページには3分ほどのプロモーションビデオを載せていますので、ぜひご覧ください。十勝の美しい大地と、そこに暮らし農業を営んでいる生産者の思いやエネルギーが伝わってきます。 JA ネットワーク十勝から、十勝ごちそう共和国のご案内でした。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合資料。トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合資料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。